皆さんこんにちは、シンプルでカジュアルと申します。はい、博多の切り込み隊長46ことヨロです。はい、爽やか相槌ボーイことトムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。突然なんですけども、はいはい、命中不安定技、うん、これ使ったことあるでしょうか？あ、あるある。中でも、うん、気合い玉という技、はいはいはい、こちら非常に強いね、格闘タイプで威力120、うん、おお、そして命中率 70% という技なんですけども。なるほど。僕が普段ね、うん、レートで使っている相棒次回員が、はいはい、この気合玉非常にお世話になっております。なるほど。なんですけども、うん、全然当ててくれんのよはいはい、もう本当に当ててくれんでね、うん、めっちゃ樹海の悪口を言ったこともありましたちっちゃ、人間としてちっちゃで、ちょっとね、気合玉本当に 70% なのかとね、はいはい、私疑問に思ったので、確かに、このようなね、検証をしていきたいと思います。はい、題してこちら、うん、気合玉の命中率 70% もない論。うん、説じゃなくて論なん？論でいきます。おお、まあ、説っていうと、うん、中心街オブウェンズデー。あ、これは、ね、なんかごまかしてきた。いい感じにごまかしてきたな、はい、これちょっとかぶっちゃうのでまあ今回論でいきたいと思います。はい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 、まあ、確かに気合玉2回連続で当たることも珍しい気するもんね。そうそうそう、あ、非常にね、命中不安定の中でも不安定な技と言えるでしょう。確かに低めやな、命中不安定技でも、うんうん、で、今回このね、論の検証方法なんですけども、うん、通信対戦でトムと46の2人で、うん、はいはい、気合玉を永遠に打ちまくりたいと思ってます。え、でも気合玉の PP は5しかないし、威力も120でポケモンの体力も限られているから、何戦していいのかわからなくない？チッチッチッチトムくん、私を舐めてもらっては困りますね否定の仕方古うさんくせ博士みたいなこちらのポケモンを見てくれ。はい、チャーレムとヤドラン。おお、渋い。この2体を使えば、うん、永遠に気合玉をね、打つことができます、うん、え、どうやって？まずは、まずなんでこの2体を選出したかと言いますと、うん、まず1つ目、うん、エスパータイプということなので、うん、気合玉を半減で受けることができる。なるほど。二つ目、はいはい、自己再生怠けるという回復技を持っているため、おお、何発打たれても体力を回復させることができます。おーおーおーおお。そして三つ目、まだあるの？リサイクルという技を覚えるので、おお、 PP 回復の機能を持たせることによって永遠に気合玉を打つことができます。おお、この三つの条件が整ったこの2体を使うことで、うん、うん、1試合で気合玉を100発ほう検証したいなと思います。さらに、まあ、うん、安全装置としまして、うん、ヤドランにド忘れ、うん、チャーレムに自己暗示を覚えさせることによって、はいはい、ヤドランには最初に3ターン、うん、ド忘れをさせます。ほう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 。そしてその3回ヤドランが積んだところで、チャーレムが自己暗示をして、 お互いの耐久を底上げするという。おお、これで安全に気合玉を打ち合うことができると思います。すげえで、トムくん、はいはい、この気合玉の確率100回やって何発当たると思う？うん、なるほど。まあ、僕が気合玉使うときにはいいポケモン仕上げてきてるんで 90% 当たるんよね。ポケモンによって異なるの？いやいや、うちの樹海もいいポケモンだと思ってんだけどあ、そう、愛が足りんのかな、うん、そうやね。確かに樹海な、技外した時俺風呂場で樹海の悪口めっちゃ言ってるからな。あ、ちっちゃ、人間としてちっちゃ、使えんわーとか言ってるからそりゃ聞こえとうかもな、もしかしたら。まあ、今回はもう平等にチャーレムヤドランなので、そんな心配も不要と。そうやね、何の愛着もない2人でやっていくんで。はいそれでは早速ね、皆さんも予想しながらご覧ください。はい、さあ、気合玉1回目やっていきます。やっていきましょう。オッケー、いいね、幸先よ、幸先いいね。お、もうこの辺でこの実験打ち切るか。ダメダメダメえ、10割で終わらそうよ。1打席立ったバッターがもう、いや僕もう打席立ちたくないですって言ってるのと一緒や
二度と使われんと思う。ベンチにも入れんけんな。さあ1ターン目ヤドランはド忘れさせましたので、うん、はい、これをあと2回積んで、うん、であとチャーレムが自己暗示することによって特防をねしっかりと上げます。なるほど。でこれ気合玉が、うん、10% の確率で特防を下げますので、あ、はいはいはい、この確率もねしっかり数えていきたいと思います、うん、いいね。 10% もね調べれるのか。はい、え、これ気合、何何、気合玉打ったらダメなん。気合玉打ったらダメよ。 あ別にいいっちゃいいけど、うん、ド忘れね。ああ、ド忘れで。すればいいとね。最初は3ターンド忘れて。はい、うん、お、早速特防が下がって。ほんとや。お、ちょ、お前、気合玉打ってくんだってやけ。当たらんし。いや、お前、いきなり打ってくんだ。え、わかったわかった。ド忘れすればいいっちゃろ。ド忘れすればいいけど、ほんとに。ド忘れすればいいんやろ。普通のことをやってます。わかったわかった。ド忘れね。うん。大丈夫。オッケーオッケー。怖っ怖っ。なんか。ド忘れをすればいいっていう、簡単な作業やろ。ああ、オッケーオッケー。怖っ、マジで。誰でもできることは言うけんね、俺は。あ、そうか。オッケーオッケー。ドアスロー3段階ね。3回繰り返せば言うけんね。そうそう、はい、はいはい。分かった分かった。おー、結構当たる。当たるね。今んとこチャルム10割やん。あー、で、あとなちょっとドアスレをしてくれる。実戦ミスか、これ。これ、バイトでもいいけんね、実際。するって。するよ、そんな。さあ、ここで自己暗示していって。なるほど。はい、え、5段階じゃない ?1 段階下がったっけ。まあ、妥協もね。まあまあまあいいや。うん、まあ、5段階上がっときゃ全然一緒。そうか。うん、一応上げとくよ、僕は。はい、そして気合玉めちゃめちゃ当たってる。おお、こっちのチャーレム5の5や。お、すごっ、5の5って。そしてひめりの実発動。発動しました、はい、気合玉永久期間。そして相手も気合溜まっていく。おー、いいね、活発になってきたね。おー、いいね、いいね、実験活動が。これがね、俺らのやりたかったこと。さあ、そしてリサイクル。おー、いい、ひめりの実を拾ってきます。素晴らしい。おい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 、全然当たらん、全然当たらん、こっちの。さあ、これが50回目の気合溜、当たらない。チャーレムはいい感じ。うんうんうん、うちのヤドラ全然当ててない。いや、ほんと当てんね。ソフトバンクでいう中田健一ぐらい。ソフトバンクで暴れ馬ね。3球2球ぐらいストライク入る。ああ、逆に打者はね、ほんとに狙い球が絞りづらいっていう意味で打てない。はいはい、分かるわけねえ。永遠のローテ5番手。分かるわけねえ。いや、素晴らしい、この気合玉耐久実験室。あ、何考えたの。私46ですよ。そっか、あんま褒めんどこじゃん。褒めて褒めて。褒めて褒めて、褒められて伸びるタイプやから。本当に鼻だけじゃない伸びるの。ピノキオか。何そのツッコミ。もうずっと喋りようけんね、俺ら。本当やね、すごいよ、こうもなるわ。さあ、これがラストターンとなります。おーし、最後の65ターンかかってますけども。長かった。さあ、こっちはもう気合玉ないんで、リサイクルで。最後の気合玉ヤドランに締めていただきましょう。うちのヤドちゃん、いけ、よいしょ、当てた、オッケー、素晴らしい、いい締めや。優秀の美書かれたな。いや、感覚的には結構当たってるね。確かに、あ、昔当たった気する。うわ、カウントが楽しみや。ここは高3ですぐ、うん、結果発表に移りたいと思います。おっしゃー、結果公開。結果発表みたいな。最後までニアピンできたな。はい、結果を公開したいと思います。はい、まずね、100回今回気合玉打ちましたが、うん、数えましたのは、お、気合玉が当たった回数、はいはい、特防ダウンを引いた回数、はいはい、そして急所に当たった回数、あ、いいね、はいはい、この3つを数えましたので、なるほど、1つずつ、うん、公開していきたいと思います。よっしゃー、引いていきたいと思います。まずはこちら、替え玉が当たった回数、うん、これが命中率ですね。うん、100回打ちましたが、何回当たったでしょうか。こちら、お、71回。71回、すごっ、妥当な数が来ました。めっちゃ妥当。
パーセンテージ直すと 71%。 おお、もうほんともう誤差と言えるでしょうねこれは。確かに、わあこれはいいデータ。実験で言うとほんといい結果が出た。確かに、うわいいデータ出た。そして特防弾を引いた数、うん、こちら、おお7回。おお、なるほど、これもなかなか妥当な。そうですね、 10% なんで10回当たればまあ妥当なんですけども、うんうん、まあ誤差の範囲の7回ですので。ほう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 なるほど、まあいい結果ができるね。そして最後急所に当たった回数、はいはい、4回。まあ 7% と言われてますので。なるほど、まあこれも誤差の範囲じゃないでしょうか。そうね、ちょい運悪くらいだね。はいはいはい、ちょい運割りやね。オッケーオッケー。はい、そして以上の結果で分かったことが、うん、はいはい、まあ、ポケモンの技、うん、まあ、気合玉に関してですが、うん、ポケモンの技にポケモンの技の数値は正しいと言えます、うん、そうね、気合玉はね、気合玉はよ、うん、気合玉やね。うん、うん、まあね、気合玉ちょっと僕もめちゃめちゃ外れてる感覚ありましたが、うん、まあ、今思うと、気合玉当てて勝った試合のことは全然覚えてませんが、はいはいはい、気合玉を外して負けたことはめちゃめちゃ根に持ってるんで。なるほどね、まあ、そういうことでね、気合玉めちゃめちゃ外れてるっていうね認識になってたんじゃないかな。認識になってたんじゃないかなと思います。なるほどね、確かに死因の重要度とか、なんでカミカミやったのよ。ごまかしきれんかったわ。はい、ということでね、今回は気合玉でしたが、はいはい、まあ、まだまだね、うん、催眠術だったり、はいはいはい、はい、絶対レイド角ドリルだったり、確かに、うん、種マシンガンつららばりだったりね、うんうん、まだまだちょっと納得のいかないね、うん、技ありますので、確かにこれをねどんどん検証していきたいと思います。はいはい、ということで、今回気合玉研究室からお送りしました。この部屋やったよ。はい、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。